大丈夫、きっと夢は叶う。俺、実原の笑顔好きだよ。お前の笑顔が好きだ。あれってゴーダとカミネさんじゃね？もう下の名前で呼ぶんでしょ。カミネさんってあんな子だっけ。名前くらいいくらでも呼んでやるよ、アヤカ。ゴーダさんってあんなに男前でしたっけ。あのね、キスしたいなって。しょうがないな。そんな流れありかよ。お返し。うっそー、見た？あのカミネさんが、あの、あれですよ。じゃあ、俺からチューするから。いいよ。一斉の、あれ、千秋くんたちだ。じゃあちょっと、世界を見て回ってきます。使える機材なんかも、この先もっと必要となるだろうし。気をつけてね。いいの、イチゴ。寂しくなるよ。うん、しっかりやんな。たまには連絡くらい。ちょっと。じゃあみんな元気で。ゆずちゃん。おお、ゆずちゃん。ゆずちゃん、怪我はない？あかねたんのため？それとも。こんなことしても。ゆずちゃん。風が気持ちいい。もう秋だな。リミさんのことがずっとずっと好きなんだ。君のこと小さい頃からずっと好きだ。前田君、私もあなたのことが好き。やっと私の思いが伝わった。バカだよな、自分に自信がなかったんだけど。遥か、キスしていいか。大好き。しかし、この帝国にこんな恵まれた村があるなんて信じられねえぜ。どう？気分はシャキッとしたかにゃ？何？皆さんお揃いでしたのね。ほうほう、ここが聖堂館のトレーニングルームか。ぜひともこの目で拝んでみたくってさ。私の人形ちゃんを全部ぶった切ってくれちゃった剣士くんを。ニファー。なかなかいいわね。気に入っちゃった。あの、滅ぶべし。ニュースしたの。怖いな怖いな。私はリルルと言います。リルルくんか。一同を代表しお礼を申し上げる。どうぞ。ヤギのミルクで作ったシチューです。とっても美味しいですよ。すまない、どうやらまだ食事をするだけの体力は。リルル。巻き込んでしまったな、許せ。夢お嬢様と同い年の女の子なのに、こんな死角に襲われるなんて。ちなみに
我も初めてだったのだぞ。古城、ピアス見てくれる？なんだよ。部屋に戻れ。見つかったら下手すりゃ返されるぞ。うん。はっ。ユータ、逃げたわけじゃない。ユータを避けているのでもない。一緒に回らないか、二人だけで。じゃあな、リッカ。もう、聖司君大胆。なんで？院長のものだから。無駄だって。しきみさんにはあの二人の仲を壊すことなんてできないよ。さっきから何なの？ムカつくんだけど。それを体で分からせてあげるよ。痛い方？それとも気持ちいい方？これはしきみさんのものには絶対にならん。なんか美味しい。誰か助け。せーの、このアバ。やめろ、ちゃんとみんなに謝れ。あ、何言ってんだおめえ。なんで俺まで。大使。おま煙。なんですかって。ごめんなさい。神羅様、大成功です。古城。いや、こっちこそ。古城はよく怪我してたよね。おかげで救急キットを持ち歩く癖がついたよ。どうしたんだ、その服。変かな、僕がこんな服を着るのは。ユーマ。おい。古城。